刈谷市郷土資料館は愛知県刈谷市にある郷土資料館。1980年5月1日開館。建物は1928年10月に、気上神城高等小学校の本館として建設されたものである。校舎としては老朽化が進行したことから、1974年には新校舎が建設され、1977年には特別教室棟が完成し、 その後は全く使用されていなかった。カリ氏はこの建物の取り壊しを計画したが、卒業生や文化人などが保存運動を展開し、資料館としての保存が決定した。保存が決定した際には、具体的な展示物は決まっていなかったが、市民からは相次いで農具、柱時計、ランプなどの民具が寄贈された。1979年1月には改装工事に着工し、 1979年度いっぱいで展示品の整理などを行った。資料館の開館には事業費7500万円が投じられている。1980年5月1日に刈谷市郷土資料館として開館した。1999年2月17日には国の登録有形文化財に登録されている。2011年4月29日には改装、改修工事が終わり。 館内の公開を再開した。設計は、大中はじめ。大中は1908年から1924年まで、愛知県営前係の義主を務め、愛知県立第8中学校や刈谷町立、高等女学校の校舎を担当。1924年には、愛知県営前課を退職し、壁海軍刈谷町に、大中建築事務所を開設して独立していた。 外観は、バロック様式の流れを組むものであり、構造は、鉄筋コンクリート構造を2階建て、屋根は瓦吹き、建築面積は748平方メートルである。館内には8つの展示室があり、カリア市の歴史や広古資料、民族資料などを展示している。また、カリア市場長図書館の2階には、文室があり、カリア城の城主であった。 水野勝成が市原稲荷神社に寄進した獅子頭や天中組総裁であった松本啓道の肖像画などが保存されている。なお、文室展示室については、刈谷市歴史博物館の開館に伴う展示物移転のため、2018年8月31日に閉館している。ABCDEF、木業賞本館が資料館に刈谷実った。 保存運動古風な様式残し改装へ、中日新聞1979年1月24日、西三河版、P10、郷土資料館。刈屋市。2014年8月25日閲覧。ABCDEF、刈屋市郷土資料館。国指定文化財等データベース。2014年8月25日閲覧。ABCD、刈屋を知るなら、郷土資料館。 刈谷市観光協会。2014年8月25日閲覧。AB、刈谷市郷土資料館。文化財ナビ愛知。2014年8月25日閲覧。瀬口哲夫、館長建築家。愛知県営全家の人々 C&D 出版。2006年、P174 和木へ男、石井金蔵、福岡工業学校教師、卒業生列伝。 明治の工業学校に生きた人々三金風車、2018年ピアニッシモ37から38かずきへ男石井金蔵福岡工業学校教師卒業生列連明治の工業学校に生きた人々三金風車、2018年ピアニッシモ38から39郷土資料館分室展示室閉館のお知らせ屋市2019年4月4日閲覧 ありがとうございます。